あ、どうもお疲れ様です。いいえ、ありがとうございます。大丈夫ですか、お体の方は。わかりました、はい、ありがとうございます。はい、失礼します。はい、失礼します。地震はですね、この棚がすべて倒れ、真ん中のプリンターが落ち、しっちゃかめちゃでした。こっちは棚は大丈夫だったんですけど、食器類がだいぶ落ちまして、一番最初 の区議選で、これが前回の区長選挙です。はい、今回また支援者の方がもうすでに用意してくださってる、まだ目が入ってませんので、出陣の日に目を入れて頑張ると。今年は必ず両目が入るように、はい、もう気合を込めて作ってもらってますんで、負けないように頑張ります。はい、この3人で運転していただき、後ろ乗っていただき、あ、大丈夫ですか、カメラ。大丈夫ですか。1箇所2箇所ちょっと街頭で雨の状況を見ながらですけど、立ち止まっての街頭演説を。いよいよです、いよいよ選挙戦です。門前仲町の赤札堂前で定期的にやってるんですが、これから街頭演説を行います。よろしくお願いします。地元元高等区議会議員、4年前の高等区長選挙で大変皆様方にお世話になりました元区議会議員の川北直人でございます。新たな高等区役所を作りたい、この思いで私川北直人は高等区長選挙に挑む、その決意を固めた次第でございます。選挙が決定しましたんで、全力でやるんだって。はい、頑張りたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、川北です。はい、平日はお仕事に専念していただく、そして電池切れ、喋りすぎですね。高等区長選予定候補の川北直人です。こんにちは。喋りすぎて電池が切れちゃって。ありがとうございます。すみません。よろしいです。やっぱり多くの方々が震災のやっぱり影響っていうのを受けて、選挙どころじゃないんだっていうふうに思われているような感じもしました。しかし同時にやっぱり今まで通りのその役所の在り方だとか、今まで、いいとされてきたものがその通用しなくなってるんじゃないかっていう思いを持たれてるっていうことも同時に確認できましたので、この選挙戦十二分に戦い抜ける、そういう土壌になっていると思っています。はい。